電車の中の放送です。何について言っていますか？皆様にお願いいたします。ジュースの缶や弁当の空箱などは座席の下に置かないで列車のゴミ箱に捨ててください。気持ちの良い旅行ができるよう皆様のご協力をお願いいたします。何について言っていますか？1、食堂の場所についてです。2、ゴミ箱の場所についてです。3、電車で売っているもののことです。4、電車をきれいにすることです。試合は何時に始まりますか？試合は1時からですよね。いいえ、予定より2時間遅れて始まるそうです。じゃあ、終わるのは5時頃になりますね。そうですね。2時間ぐらいかかりますから。試合は何時に始まりますか？1。1時です。2。2時です。3。3時です。4。5時です。旅行会社の人が明日の予定を説明しています。昼ご飯の後、みんなで何をしますか？では皆さん、明日の予定を言いますので、よく聞いてください。明日はまず、バスで動物園に行きます。昼ご飯は動物園で食べます。食事の後、バスで博物館へ行きます。すいません。買い物に行く時間はありますか？はい。博物館の後は自由ですから、買い物に行きたい方は行ってください。ホテルに帰っても結構です。昼ご飯の後、みんなで何をしますか？1、動物園へ行きます。2、博物館へ行きます。3、買い物をします。4、ホテルに帰ります。学生はいつ先生に会いますか？先生、レポートのことで、ちょっとご相談したいんですが。いいよ。いつ？来週の月曜日の2時頃は。ああ、月曜日の午後はずっと会議なんだよ。午前中はどうかね？午前中は授業があるので。水曜日はいかがですか？水曜日は昼から出かけるから。その前ならいいよ。10時頃は？はい。じゃあ、10時に伺います。学生はいつ先生に会いますか？1、月曜日の午前です。2、月曜日の午後です。3、水曜日の午前です。4、水曜日の午後です。学生が先生の家へ来ました。駅からどうやって来ましたか？
やあ、いらっしゃい。駅からどうやって来たの？タクシー？いえ、タクシーが来なかったので歩いてきました。バスはなかったの？はい、ありましたけど、次のバスまで30分もあったので。ああ、そうでしたか。電話をくれたら車で迎えに行ったのに。学生は駅からどうやって来ましたか？1、歩いて来ました。2、バスで来ました。3、タクシーで来ました。4、先生の車で来ました。